何もないところでよくつまずく。上げたつもりの足が上がらなくなっている。これはこの先どんどん足が悪くなっていく前触れです。ぜひ今のうちに改善しておくべきです。皆さんこんにちは。足の専門家、中島武史です。今回の動画は、何もないところで歩いているはずなのによくつまずくんだけれどもね、こけそうなるんだけれどもね、っていう方の話ですね。これは大したことないように見て、この裏にはすごい大きな問題が隠されてるんですね。で、これ放置しておくと結構後で困ることになるんです。もう困ることになってきてる人もいますしね。だからなぜ何もないところでよくつまずくのか。で、私はそれは今体でどんな変化が起こってるのか。で、それはどういうふうにして治すのかっていう話について今回はお伝えしたいと思います。では内容です。まず何もないところでつまずく理由についてですね。そしてその状態がこの先引き起こす問題について、でどうすればよいのか、このあたりについてお伝えしていきます。今回の動画であなたは何もないところでなぜよくつまずくのか、もしくは上げたつもりの足がなぜ上がっていないのかについて理解できるようになって、それを改善することで転倒のリスクやそれに伴った様々な足の症状の改善ができるようになります。私は足の専門家で、ここで紹介しているような皆さんの健康に役立つような情報を広めたいと思って YouTube を始めました。 YouTube はその仕組み的に皆さんのチャンネル登録や高評価ボタンを押していただくことがその拡散につながるようになっているそうです。なので動画が良かったなと思っていただいたら、皆さんがチャンネル登録や高評価ボタンを押していただくと大変助かります。よろしくお願いいたします。ではまず何もないところでなぜつまずいたり足が上がりにくくなっているのかということについてですね、よく皆さんが誤解しているのは、単純に足が疲れているからとか、足の筋力が落ちたからだから、足鍛えてみたりマッサージしてみたりするんですけど、もっと根本的な話なんですね。で、どういうことかというと、何もないところでよくつまずく人はものすごく歩き方が前傾になってますよっていうお知らせなんですよね。どういうことかというと、ちょっと分かりやすく、お使いながら説明したりすると、体がまっすぐ立ってる状態だと足っていうのは普通に上がるんだけれども、例えばこの体の角度をちょっと斜め前にしていただくと、同じ足の動きをできたとしたとしても、体の全体に対しての足の動きでいうと上がってないってことになっちゃうわけですね。しかも体を前にかぶせればかぶせるほど足は後ろに行ったことになりますよね。だから前傾すればするほど足を上げるのによりパワーがいるということになります。もう一度整理すると、前傾して歩いてしまうと、今までと同じ角度で足を上げてたとしても足が上がってないことになるし、前傾をしたことによって足が奥まったところに残っているから、こっから前出して上げてくるのにものすごくパワーがいるという状態になってるんですね。だから最近何もないところでよくつまずくし、上げたつもりの足上がりにくくなってるしという人は、簡単に言えば姿勢がものすごく前に倒れていってるということなんです。ただこれ気をつけてほしいのは、いや俺そっくり返って歩いてるでっていう人もこうなる人いるんですけど、これはお腹突き出してる人も同じことなんです。お腹突き出してるということは下半身は前傾なんです。下半身前傾でそのままだと見栄え悪いから、勝手にお腹を突き出して起こしてるから上半身は後傾なんです。こっちの方がより立ち悪いですけどね。ですからこの方も足は出にくいし上がりにくいというのは同じです。ではその前傾してしまっている状態というのが引き起こすリスクについてですけど、まず単純に言って上がらないから引っかかることは多くなります。だから何もないところでこけるというのが増えるんで、年配になればなるほどこれは相当気をつけないと、転倒リスクですね、寝たきりになる理由のものすごい上位のところを占めているのが、転倒からの骨折とか運動器障害って言って足が上がらなくなったりとかしていることによる寝たきりなんでね。だから今これをご覧になっている方が60歳超えてるとか65歳超えてるとか、まあ、一応後期高齢者に入る人ですね、もしくはお母様とかお父様がその方は、それはすごく気をつけてほしいですね。一回聞いてみてほしいんですね。何もないところでつまずくとか増えてへんって言って、最近そうやねんっていう風になってたとすれば、それはもう姿勢歩き方全体がものすごい前のめりになってるんで気をつけると。で、そうすると前のめりというのは足のどこの部分を使って歩くことになるかというと、かかと側ではなく前側を使うようになるんですね。
で、足の前側というのは単純に言ってかかと側よりも弱い、構造的にも強くないし、そもそもここは走るときとか飛ぶときとか特殊にスピードを上げたりするときに使うんであって、メインは本当はかかと側であってほしいのです。ただずっと前を使って歩いてると、そのそれほど強くないところに負荷がかかって外反母趾になったり、そこが骨が緩んで中足骨骨頭痛症とか浮き指とか巻き爪とか魚の目とかになっていくんで、今言ったような症状ある方は基本的に前のめりになっててっていうのがすごく多いですね。どっちが鶏が先か卵が先かっていうのはもちろんありますけれども、だから私、上げたつもりの足が上がらなくてそういう症状が出てるという方は、それらは全部包括的な、一個の問題を抱えてると思っていただくといいんじゃないでしょうか。ではどうすればそれを解消できるのかですけど、本当のところ言うと、これもきちんとした歩き方も身につけちゃった方がいいですけどね。今後の人生に対して正しい基本的な歩き方を取り入れ直すというのが本当は一番いいんです。だから私の提唱しているゆるかかと歩きというのをもう一度やっていただいて、きっちりそれを身につけるとそういう症状は解消していきます。ゆるかかと歩きのいいところは、やった瞬間にも軽いんでね、めちゃくちゃこんなに足楽に上がるんやっていう、あ、それは私今まで足上がらんかったらしゃあないわなって分かる、もう一瞬で分かります。で、ただとりあえずまず何したらいいの、家でできることまず何かしたいっていうことで言うと、一番簡単なので言えば、これから歩くときは 1,2 歩その場で足踏みしてからスタートするんですね。前傾の人というのは体が先突っ込んじゃって足が出てこないという癖なんです。だから歩くとき、じゃあ今皆さんが止まった状態から右足か左足かどっちか出して、こういう状態ですね、ここからさあどうぞって歩いてもらうと、多分動くのは足じゃないはずです。動くのは上半身が先動かします。もう突っ込む癖がついたんです。で、この方は先に足を動かすという癖つけるために、まずその場で 1,2 歩足踏みをしてからそのまま出るっていうことです。足踏みのまま出ると、そしたら足を上げるという習慣がつく、足を上げるという動作の流れでスタートできるようになるんです。これだけでもだいぶ違いますね。だからゆるかかと歩き習うときの一番最初の練習方法が足踏みしてからスタートというのになってます。だから私、体先突っ込んで前のめりで足上がらなくなってるんだな、だから足踏みをしてから出ようっていうふうにしていただくと、すごくまずは取り入れやすいなっていうふうに思いますね。いかがでしょうか。そんな何もないところでつまずくというような単純なこと、些細なことがそんなことにまでつながってるのっていうふうに皆さん大体思われるらしいんですけど、細かいところでつながっていってるってことなんですね。逆に言えば、それを解消できるだけですごく多くの病気とかすごく多くの症状が改善されるんで、ぜひとも取り組んでみていただくといいんじゃないかなと思いますね。